皆様はじめまして私の名前は大葉民子と申します私は日本人ですそして日本の横浜から来ました横浜はインドのラビンドラナートタゴールが愛したところですそれでは最初に皆様に質問をさせてください日本にいらしたことがある方いらっしゃいますか手を挙げていただけますか ありがとうございましたでは日本の知っていることはありますかまず富士山そして東京も有名ですね横浜私が住んでいるところですそして新幹線これはインドでもこれから通りますね私もとても楽しみです日本といえば やっぱり富士山です富士はとても神聖な山です先日とても美しい富士と出会いましたので皆様にシェアをさせていただきたいと思いますまず目でしっかり見てください そして次は目を閉じて心の目で見てください。富士から何かメッセージが届きましたでしょうか。私たちは日インとしてゼロでつながっています。深い深いつながりです。そのつながりを実現するために教育プロジェクトをスタートいたしました。 Study of Japan Study of India No of Japan and India これは日印初のプロジェクトであります画期的です世界で初かもしれませんこの教育プロジェクトで国連も目指している SDGs の実現それも私たちはパートナーシップで取り組んでいきたいと思います皆様と お会いいできたことをとをても嬉しく思います平和と絶対幸福が訪れますようにシャンティシャンティシャンティありがとうございました。